皆さんこんにちは。もう年末ももう少しっていうところになっていますね。2022年の年末です。今日はですね、最近なぜか僕のインスタコンポーザーの YouTube の閲覧数がとっても伸びておりましてですね、多分ブラックフライデーにとっても安くなったからじゃないかなと思われます。今も継続してですね、来年の1月12日頃までですね、画面に今見えてますように、定価 14,630 円。これがですね、税込みの 4,387 円で買えるということで、とってもお得ですね。ですから、このインスタコンポーダーを使った楽曲の組み立て方、これを今日はお話ししていきたいと思います。多分ですね、今まで以上に効率よく作れる方法をお披露目できると思っています。村長ミュージックスタジオ。では初心者の方もおられると思うので、1からちゃんとやりますね。DAW はスタジオ1です。もちろん他の DAW でもできます。DAW は何でもいいと思うんですけれども、まずはインスタコンポーザーをインサートします。こんな感じですね。そして画面見やすいようにしてください。画面のサイズはこのメニューのところからできます。ちょっと今字が小さいですのでね、UI スケーリングを120ぐらいにしましょうか。このようにサイズは自分の好きなように変えれます。そしてですね、これの一番のポイントというのは、ここの下のところを All というふうにしておきまして、Go を押すとですね、このように MIDI のフレーズができるわけです。初期値では一番上がメロディー、2番目がリズム、その次がベース、次はパッド、そしてコードですね。こんな感じになっているわけです。見ての通り、コードというのは基本的に白玉コードですね。全音符的な和音で入っていまして、パッドというのはそれを少し刻んだ感じ。そしてベースは基本的にはベースラインですね。なおかつこれはリズムということで2トラック目ですけれども、このトラックはこのように刻んでいて、そして一番上がメロディーですから、メロディーっぽいのになってるわけですね。下をオールじゃなくて1というのを選んでおいて、そして5とすると、一番上のメロディーのトラックだけがこのように変わるわけです。これらは2番目もメロディーというようなことができるわけです。それはいつでもこの中で切り替えれるわけですね。ですから、今ないリフというのに切り替えてみましょう。こうすると、メロディーとよく似てるけれども、インスタコンポーダーではリフと呼んでいます。その他にオスティネートというのがあります。これはこんな感じですね。このように切り替えれるということです。そしてそれぞれのオクターブですね。それを作った後からプラス1するとかいうふうに変えれますが、これそのものが音が1オクターブ上がるとかいうことです。そして今トラック2を選択していますよね。この選択というのは番号のところを押すと選択が切り替えれます。例えば2を選んでおきまして、上のメニューのビュートラックスというのにすると、このように変わるわけです。そしてここではもう少し幅広く見たりとか、このようにできますね。そしてこのトラックのカラーというのも変えれるようになっているわけです。例えばこのトラックのカラーを変えてみましょう。このようにカラーが変わってますね。僕はですね、インスタコンポーザーができた時から WA プロダクションさんと直接やり取りをしておりまして、僕の自慢話なんですけれども、このカラーですね、初めは確か8色ぐらいしかなかったんですけれども、8色ではですね、分けきれないということで、今では24色、これは僕が要望して作ってもらってアップデートしたものです。このようにするとですね、他のトラックと分けれるわけですから、特に目立つような色ですね。で、切り替えていくととっても使いやすくなります。このようにできるわけです。とっても便利になりました。そして薄くこう色がついてるので、ざっくりですけど領域的にも分かるようになります。このように切り替えれるようになりました。もうこれはですね、村長の一つの実績ですね。はい。ちょっと不満があります。それはですね、もう少しこの今の赤のように原色でいいんじゃないかなと思うんですね。なんとなくかっこいい色があるんですけれども、この辺にしてもですね、あんまり分かりにくいので、もう赤、黄色とかでもいいんじゃないかなと。まあ余談になりましたが、そんな僕はインスタコンポーダーについてはですね、動画もおかげさまでたくさんの閲覧もありますし、頑張っておる次第でございます。そんな中で5つに今分けれましたけれども、これを鳴らすのが案外難しかったりするわけですね。これには音源というのがありませんので、音の鳴る準備をしないといけません。ここでですね、インストゥルメントトラックを最低でも5つ作りたいと思います。僕は6個作ります。今インスタコンポーダーはここに入ってるわけですけれども、それにプラス6個つけます。その6個目というのは何かというとドラムですね。ドラムのためのトラックを作りたいと思いますので、このようにしてインストゥルメントを6個ですね。このように6個設定しまして、ここは今のところなしでいいです。この6個のトラックに音源を入れていきたいわけです。まあ何でもいいです。まずはピアノの音源を入れましょうか。で、この音源を皆さん持っていない人ですね。その方はこのプレセンス、純正のものを使ってください。例えばそうですね、まずはメロディーはピアノにしましょうか。このように選んで、そしてアコースティックピアノ、こんなのを入れたいと思います。ここに重ねればこのようになりまして、はい、このようにピアノの音が鳴っています。次からですけれども、まあここはリフとかリズムを刻みたいですので、ギターを入れておきましょう。ここからは今入れ方さえ分かったらですね、ギターを入れるとか、音源を持ってない方はそのようにしてください。僕は今日はですね、UJAM というのも一つのキーワードになると思うので、UJAM の VG スパークルを入れたいと思います。3つ目はここで言えばベースですので、ベースを入れましょう。ベースの音源はこれも何でもいいですが、はい、この VD-Dandy というのを入れます。皆さんはどんな音源でもいいですよ。はい、入れました。4つ目はパッドです。パッド系のやつを入れたいと思いますので、はい、シンセのパッドを入れたいと思います。そして最後は和音です。和音ですからストリングスにしましょう。バイオリン単体ではどうかと思うんですが、まあこれを入れておきましょう。これはね、仮でいいです。後から実際のアレンジをするときにこのようにすればいいんです。最後は言ってましたようにドラム。これを入れたいと思います。VD ソリッドという UJAM ではオールパーパスなドラムを入れておきます。こんな感じですね。ちょっと1から見てみましょう。ここのところは皆さんが解説しなくてもできたと思うんですけれども、ここからが重要です。インスペクターを開きましょう。どの DAW でもこういうのがありますが、MIDI のインプットですね。これをインスタコンポーザーとします。そして一番上は1チャンネルですから、ここをアウトプット1にします。そして次ですね。同じようにインをインスタコンポーダーのチャンネルに次3。4。5。このようにですね、インスタコンポーダーのこのトラックですね。このトラックを各音源に割り当てたわけです。ですから、もうこれで音が鳴ります。やってみましょう。この時に一つだけ確認をしてください。初めて買ったような人は、これが鳴ってない場合があります。ここですね。フローソングポジションと、そしてスタート&ストップをホストのプレイバックにするということです。ホストというのは DAW のことです。このチェック2つを入れておく。もし入っていない人はこことっても重要ですので、これをやってください。このようにしましたら、もう早速音が鳴りますけれども、今これは初期値では4小節、ここで4小節のループを作ります。これで DAW を再生しましょう。そして各音源はモニターしておいてください。こういう感じですね。これやってないと音が鳴らない場合があります。このようになるんですけれども、一番上がメロディっぽくないですよね。ですからこの1番をもう一度変えてみましょう。はい、こんな感じにしておきましょう。ボリュームなどはここで変えればいいわけですから、このようにして音が鳴ったんですけれども、あれ?というのがありました。それはベースです。ベースの音が鳴ってないわけですね。これはどうしてでしょうか。ちょっと原因を追求してみましょう。これは今プレイヤーモードというのになっています。これではですね、実際の和音は C3 からの2オクターブ半。ここに音がないといけないわけです。この音を鳴らすのにはインストゥルメントモード。これにしないといけません。これでちょっと鳴るか確認してみましょう。はい、このようになりました。はい、でも鳴ってない音が一つあります。こういう時に先ほど勉強しましたオクターブ、これですね。これを一つ上げます。これで大丈夫です。ベースのラインを変えてみましょう。はい、なんか今ごちゃごちゃごちゃっとしてしまってますよね。どう言っても音楽と言えそうなぐらいではないです。ですからこういうのは一つずつ確認をしましょう。ここミュートしておきます。まずは初めのトラックですね。メロディーのトラックから確認をしましょう。もう少し良さげなものをします。はい、これ方がいいですね。で、これの使い方についてはですね、僕の他のインスタコンポーダー、もしくは他の YouTuber の方のやつを見てください。例えば、音符の数を増やすとき、今途切れたようになりましたね。はい、こういうパラメータを変えることによって変えていけるわけです。はい、そして音もちょっと気に入りませんのでサックスの音に変えます。じゃあこれは OK。 次は2つ目いきます。この音源が良くないですね。なぜでしょう。最近買ったスパークルがですね、なぜうまくいかないか。これも UJAM のインストゥルメント、これになっていないことです。そして領域が C3 から C5 に入るか、これをチェックします。鳴らしてみれば分かります。入ってますね。じゃあこれでトリガーをオンにします。これもしないとなりません。でエフェクターがかかりすぎです。まあこれでよしとして、ちょっと後からボリュームは小さくします。じゃあ3つ目、これはどうでしょう。はい、これさっきやりましたからベースはうまくなってますね。次はパッドです。はい、これもまあ悪くないですね。最後は白玉和音ですけれども、ちょっと今回は使わないでこのままミュートにしておきます。ですからこの4つですね。これで今どんな感じか見てみましょう。はい、これがちょっと低いですね。インスタコンポーダーを一つ上げます。はい、気に入る音になるまで押していきます。あ、いい感じになりました。ここで音作りをします。ちょっとボリューム上げます。はい、整ってきましたので、ここにドラムを入れたいと思います。今の感じでどれが合うか鳴らしながら聴いてみます。はい、だいぶ整ってきましたね。じゃあこれでミックスをしながらソロのフレーズだけ切り替えながらちょっとやってみます。ドラムは決まったらこのフレーズですね。このフレーズをミディでドラッグ&ドロップします。じゃあ聴いてみます。はい、メロディーを変えます。このようにできたらですね、これで完成という方はいてないと思うんですよね。ここを変えたい、あこう変えたい、いろいろあると思うんでですね、そういう時はどうすればいいか。これはここにですね、トラックというのがあるんですね。1個ずつ入れるときは各トラックにドラッグというのがこのようにあるんですけれども、全体で一発でですね書き出してしまうとき、これをドラッグします。こういうことですね。これでですね全部のトラックが入ってきたわけです。そうしまして最後のこの5のトラックですね。このトラックはコードでしたので、この5番のトラックをですねコードトラックに持っていけばこのようになります。若干ですねスタジオ1が認識できないコードもあります。ですけどこのようにコードもできました。ここからまたさらにですね展開をしていくことができたりします。どういうことかと言いましたら、このコードをですね複製したりしながら、このコードだけを持ってきてですね、そしてこのシルクというアルペジオギター、これを入れます。そうするだけでですねこれがアルペジオが弾かれます。ちょっとやってみましょう。オクターブ2つぐらい上げてちょうどいいかな。そんな感じですね。こんな感じにですね、もうコードがあれば何でもできるみたいなね、アントニオ猪木さんね、今年は残念でしたけれども、まあそういうようなですね、ことができるということです。こんな感じのコード感があればですね、まださらにですね、僕の持ってる UJAM ではですね、Vogue というバーチャルピアニストがあります。これだとですね、さらにですね、複雑なことができます。ちょっと領域がいいか。はい。もうちょっとノリのいいの。もっと明るく。もっとパワフルに。もうちょっと高い音も。パターン変えます。はい、こんな刻みもいいですね。なおかつ手数も変えれますよ、こうやって。はい、これで全体聞いてみましょう。はい、最後にパンを。はい、そして僕がいつも言ってるように本当はねゲインステージングをやっていただくということでね、超重要ですからね、これ今日は飛ばしますけれども、僕はもうゲインステージをしないミックスはミックスじゃないぐらいでお話ししてますのでね、これは解説ということでお許しいただくとしまして、皆さんは必ず僕のゲインステージングのね動画を見てですね、ミックスする前に音量を合わせて、そしてそこからミックスをスタートしないとですね、これみたいに全部ついてしまってこれ以上上げられないんですよ。これね、これ本当はゲインでこのように入力コントロールでですねゲインを上げれれば、これもっと音量が上げれるわけですよね。はい、もうちょっとメインボリューム上げますね。1回上げます。下げます。うしてですね、最初にゲインステージングを上げておかないとですね、フェイダーがついてもですね、もうこれ以上上げれないというようなことになりますのでね、このユニティゲインから下ででも十分合わせれるようなですね、ここでゲインを作っておくということですね。とっても重要ですからね。じゃあ今日はですね、まとまりにかけた解説でしたけれども、インスタコンポーザー、これを上手に使ってですね、時短で便利に楽曲を仕上げるヒントということですね。これ仕上げというのにはちょっと無理がありますのでね、ヒントとして使ってみてください。インスタコンポーザー、今とっても手頃な価格で買えるみたいですのでね、皆さんもやってみましょう。村長スタジオでした。